八重山原産の八重山窓ボタルは、幼虫期の体長が6センチと大型で、大量のカタツムリを食べることが特徴です。2003年に本島南部で初確認され、近年は女村や泣き人村でも見つかっています。八重山窓ボタルの幼虫は、在来のホタルに比べて体長が3倍程度、重さは10倍以上あり、沖縄固有の カタツムリを大量に捕食するため、生態系への影響が懸念されています。県は去年、八重山マドボタルを重点対策種に指定し、防除対策を進めています。同じような場所を使って、同じような生き物を食べる餌っていうところで、カタツムリもいなくなっちゃう、もともといたホタルもいなくなっちゃう。っていうのが、はい、あの、すごい問題になってます。 八重山マドホタルは本島南部から北部へ生息範囲を拡大しているとみられ今後、世界自然遺産に登録されている本島北部の貴重な生き物への影響が懸念されています県は浦添市と西原町から北の地域で見かけた場合は県環境部自然保護課まで連絡するよう協力を呼びかけています。